愛新世紀本社1997年愛新火災とは、1997年2月1日に、愛知県刈谷市の愛新世紀刈谷工場において、発生した火災。1997年2月1日午前4時15分ごろ、愛知県刈谷市、朝日町の愛新世紀刈谷工場で火災が、発生した。当初は10人ほどの従業員が、消火器で消火を試みたが、 火の手が回ったため、午前4時29分に、仮谷市消防本部へ通報し、避難した。火災は4時間以上にわたり、燃え続けた後、午前8時52分に沈下された。負傷者は出なかった。調査報告によれば、火災の原因は不明である。この工場では、トヨタ自動車のブレーキ機構製造に使われる、リアブレーキを抑えることによって滑らないように補助する。 部品であるブレーキフルードプロポーショニングバルブの製造を担っていた。この火災により、愛新製機は工場の機能停止に追い込まれ、トヨタ自動車は部品調達の供給源を断たれることとなった。トヨタ生産方式を採用する同社が保有する在庫は4時間分しかなかった。トヨタ自動車において使用される P バルブの99%をこの工場で製造しており、 残りの1%は非新工業が製造していた。P バルブの生産は複雑かつ特殊な設備が必要であった。さらに多品種の P バルブが製造されていた。当該工場の機能停止により、トヨタの自動車製造は1週間の停止を余儀なくされると推定された。これによる経済損失はトヨタ自動車のみならず、地域経済及び、 日本経済に及ぶものであり、トヨタ自動車が追達製造を停止するだけで、日本における生産の0.1%が減少するからである。愛新世紀は、トヨタ自動車と共同で T バルブ製造についての対策室を開設。トヨタ自動車は供給再開のための追加の技術者を手配した。これは時間外労働ではあったが、部品の増産体制の構築と同じように、 p バルブを製造する機械の製造を援助するためであった。いくつかのトヨタの取引先及びその下請け企業は、合成機械メーカーも含め、p バルブ製造を優先するよう要請された。そのバルブが最速で届いたのは2月5日のことで、これにより自動車生産の再開が可能となった。当初の予測では創業再開まで1週間はかかると考えられていたが、 結果としては5日での創業再開となった。ジャストインタイム生産システムの実装が機能していること、トヨタが効率とリスクの適切なバランスを持ち合わせていたことを示し、トヨタは生産の簡易化やリスクを軽減のためには部品の種類を減らすという教訓を得た。トヨタへの部品供給を担う各社にとっては、制裁効率の向上及び、 製造方法へ冗長性を組み込むことを学んだ。その性能は生産体制を再構築し、日本的な企業系列システムの価値を示した。また、トヨタに部品供給を行う企業が同社に示した忠誠心は長期的なビジネス関係の価値を示している。サプライヤーは P バルブ急増のためにかかったコストを請求しなかったと伝えられている。 愛心及びトヨタは関係取引先に対して残業代や機械の補修費用などを含んだ約1億円を支払った。ありがとうございます。